クラリス、入るよ。どうぞ。クラリス、調子はどうだい？隊長、お願いがあるんです。そんな深刻な顔で、何かな？私とデートしてください。デート？はい。脚本を書くのにどうしても必要なんです。私は恋愛もデートもしたことがないから、そういうシーンでの気持ちとか見え方とか全然わからなくて、だからせめてデートの真似事でもすれば少しはわかるようになるかもって。なるほど、そういうことなら協力するよ。で、いつにしようか？もちろん今からお願いします。今から？あ、ダメですか？いいよ、今からデートしよう。精一杯相手を務めさせてもらうよ。ありがとうございます。それでは行きましょうか。どうぞ、お嬢様。ユモスメクシムシュなんて、なんだか楽しくなってきました。今日はどこに連れて行っていただけるんですか？どこを行こっか？どこでもいいですよ、隊長が決めてください。そうだな。よし、とにかく行ってみようか。どうしたものかしらね。クラリスは本を読むのが好きみたいだから、本屋なんてどうかなと思ったんだけど。この本屋さん、いつも来ているんです。そうなのか。じゃあ他のところに行った方がいいかな？いえ、大丈夫です。いつもと同じ場所でも違う気持ちになれそうで、デート実験には最適ですよ。そうかい、クラリスがそう言うなら。行きましょう、神山隊長。今日はどんな本に出会えるのかな。あった、もう少し。はい、どうぞ。ありがとうございます。ん？どうした？デートっぽいかなと思いまして。デートっぽい？あ、ごめんごめん、ちょっと近すぎたかな。いえ、大丈夫です。神山隊長って優しいんですね。優しい？そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいな。結構恥ずかしがり屋さんなんですね。ちょっと面白いです。やめてくれよ。今日は神山隊長の違う一面が見られて楽しいです。こうして相手のいいところに気づいていく、それがデートの良さなのかもしれませんね。
楽しかったですね。そうだな、たくさんの本に触れるのは新鮮だったよ。隊長は普段どんな本を読むんですか？本か。戦術書が多いかな。作戦を立てる時の参考になるしね。さすがは隊長ですね。日頃からの努力、素晴らしいです。まだまだ未熟者だから、努力するしかないんだよな。努力しようと思ってできるのは才能です。誰でもできるわけじゃありませんよ。なるほど。そう言われると嬉しいな。ありがとう。にぎやかですね。私ここには初めて来ました。よかったよ。それで脚本には行かせそうかい？それはまだ。デートってこういう時どうするんでしょう？そうだな、恋人っぽく手をつないでみようか。はい、そうですね。どうした？ごめんなさい、恥ずかしくて。おかしいですよね。ただ手をつなぐだけなのに。でもこのドキドキ、これがデートの気持ちなんでしょうか？きっとそうだよ。ちょっと残念だけど、少しは役に立てたかな。それはそうと、あっちに面白そうなものがあるな。行ってみよう。はい。楽しめそうですね。ああ、早速乗って。あれ？どうしたんですか？ごめん、クラリス。残念だけど、まだ乗れないみたいだ。近日開始予定。そうなんですね。乗ってみたかったですけど、仕方ないですよ。こればかりは。そうだな。それじゃあ次へ行こうか。はい。でもいつか乗ってみたいです。大切な人と二人で。そろそろご飯でも食べに行こうか。はい、お任せします。よし、この近くでどこか美味しくて雰囲気のいい店は。そういうことならうちのお店がおすすめだよ。何のつもりだ？やっほー、お二人さん。ゆいさん、なぜこんなところに？いいからいいから。はい、お二人さんご案内。ちょっと、中華料理屋。ゆいさん、
これは一体。それについては俺が説明してやる。シャオロンまで。ここは中華料理屋新龍軒。この店こそこの俺が中華鍋を振るう帝都一番の中華の名店。そしてなにを隠そう、我が上海歌劇団の秘密基地なんだ。秘密基地、中華料理屋が。歌劇団ごとに個性的な秘密基地があるんですね。ま、せっかく来てくれたんだ、俺の絶品料理たっぷり味わっていけよ。ドリアー！すごい、なんて火力なんだ。すごいだろ、隊長は。炎の召使いって二つのまであるんだぞ。炎の召使いですか。そいつは確かにすごい気がします。違う、炎の召使いだよ。最高にうまい飯でみんなの心を虜にするのさ。なるほど。さあできたぜ。その名も上海ドラゴンチャーハンだ。そうです。ああ、いやしかしこの匂いは、くぅ、たまらん。なんてうまそうな匂いなんだ。いただきます。まあ、これはうまい、うまいぞ。香りが深い、カツンと香ばしく、それなのに軽やかだ。これは素材の力だけではない、まさに火力が生み出した力強いドラマそのもの。このチャーハン、歴史的一品と言っていい。見事だ、上海ドラゴンチャーハン。なんだお前、評論家みたいだな。こんなにうまいチャーハンを食べたのは生まれて初めてだ。ティップト、私も初めてです、隊長さん。見たか、これが炎の召使いの実力だ。さあまだまだあるからどんどん食べてよね。したね、お腹いっぱいです。俺もだ、ちょっと苦しいぐらいだな。でもすごくうまかった。はい、でもデートって雰囲気じゃなかったかも。確かに。この後はどうしますか。そうだな、そこのお二人さん、ちょっと寄っておいきよ。なんだ。占い師。そうさ、よかったら占っていかないか。占い、面白そうですね。寄っていってもいいですか、隊長さん。
確かに面白そうだな。いいよ、占ってもらおうか。はい。なんだかドキドキしますね。じゃあ始めるよ。ロケスピラトス、ゾトワストリタス、グリサタニトス。なんだ。欧州に古くから伝わる呪文です。本格的でワクワクしますね。わかったよ。真実は見えた。可愛らしいお嬢さん、あんたこの男のことを愛しているね。愛してるって、そんなこと絶対にありません。クラリス、クラリス、本当にすまない。俺は君の気持ちに応えられない。あなたは何を聞いてたんですか。地獄に落ちてください。俺を愛して、あれ違ったの。嫌いではないですが、愛してもいません。そっか、勘違いしてすまなかった。仲がいいね。だけど行く前にもう一つ聞いておいき。どんなものでもいつかは壊れるものさ。なぜなら影はいつだって隣にいるものさ。だからうまくいっていると思っても必ず後悔する時が訪れる。それを避けたいと思うのならば、助言を一つ。逃げるのはね、何も悪いことじゃないのさ。そうですね。貴重な助言をありがとうございます、占い師さん。美味しいですね。さすが今一番人気のお店です。このお店のことを知ってるなんてちょっと意外でした。いや、雰囲気が良かったから入ってみただけさ。有名な店だったんだな。はい、雑誌の特集でも銀座デートの定番として必ず載ってますよ。そうなのか。じゃあ、じゃあデートは成功かな。そうですね、本当に楽しいです。でもそれは人気のお店だからじゃなくて。え、何か言ったかい。なんでもないです。ここが銀座か。うまそうな人間どもがゴロゴロ嫌がるぜ。いけねえ、いけねえ。まずはどう味見するか考えねえとな。さて、楽しみだな。
ちょっと疲れましたね。じゃあ、少し休もうか。デートって楽しいんですね。こんなに楽しんでいいんでしょうか。どういう意味だ。それはどう見える。よく見えねえな。もうちょっと前に出た方が。おい、押すなって。隊長、私もしかしたら。あ、危ない。うわ、なんだ。初穂さん、さくらさん、二人とも何をしているんだ。え、いや、なんでもねえから。その通りです。失礼しました。なんだあれは。二人とも心配だったんですよ。何が。さあ、何でしょうね。今の隊長、あそこです。女の子が。あの下は海です。まずい。絶対に助ける。間に合え。隊長、落ちちゃう。隊長、オスターパウガスコンカート。今のクラリス。ごめんなさい。クラリス。